はい、ピースケです。パープラブリーやっていきたいと思います。今日は天空の強化やっていきたいと思います。3回目ぐらいですね。で、一応なんか初見で1万1500ぐらい出て、2回目も1万点は普通に超えたので、うん、なんか強化は俺なんか結構批判がすごいんですけど、天空強化今俺は強いんじゃない、強くはなってると思うし、ストーリーめっちゃ面白いし、しかも今後の布石になっている高校なので、まあ、そういう意味での楽しみ方は全然いいのかなって俺は思ってます。で、なぜか千丸が引けました。あんなに招きで引けなかったのに。で、一応デッキが、まあ、ちょっと変えてて、ミクリア入れてたんですけど、三股とかやって、で、最終的にっていうか、まあ、2回やって二股がいいのかなっていう印象ですね。やっぱ金徳を全部しっかり取りたいので、あわよくば10個取りたいので、ちゃんと選手キャラを入れてって感じですね。デートは2人完走させるっていう感じです。で、この、ワイルドちゃんと、ワイルド、まあ精神お化けなんで、めっちゃ普通に前の雷よりは強くなってると思うので、うん、ちょっとアーティストってところでパワーヒー取りづらいのかなっていうのはあるんですけど、普通に強くなってる雷と、まあ金徳がアイコンタクトから奇想本能になって、うん、ちょっと使いやすくはなったのかなっていう東雲です。まあ35ですけど、でこの2人が体力を消費をかなり抑えてくれるので、その体力減って練習結構、うん、減少されてたので、いけるんじゃないかな。いけるんじゃないかなっていうか、うん。結構この2人いると、天空はやっぱやりやすいっすね。強化の方は。というわけで、やっていこう。で、まあ、サイリさん入れて、で、バニーの方も奇想本能なので、あれ奇想本能だよね。うん。金徳の名前間違えてるかもしれないですけど、東雲の別バージョンと、バニーのサイリの別バージョン、あれ、被ってるので、今回は通常版連れてきております。キャッチャーついたなら、で、まあ、セクイチはそのままなので、キャッチャーつくならもうそのままつけたいね。キャッチャーレイリーとね、ファールがね、ファールがピッチャーとなんか内野手の二刀流で、パワーとスタミナがなんか98とか9とかなんですよね、どっちも。なので、まあ結構上限、パワー上限もしくはスタミナ上限が期待できるキャラっていう感じの雰囲気を醸し出してるので、結構ファールは期待しますね。新高校も出そうだし、パワープロの日で出るのかな、やっぱり新高校。なんかその布石感がすごいんですけど、今回のやつはね。アニョンハウス、アニョンハウス。評価上がるから楽っすよね。まあ、六股とどっちがいいんだろうっていうのはあるんですけど。ガチガチ、おおおお、なんだこれ。ボールに再行する反則、不正球、該当しないのは、なぜなぜする。ペロペロするって何やの。あだす。んで、まあ、雷しののめを追っていく感じいいかな。サイリさん行ったし。早っ。サイルさんだよ。どうしよう、デート4回したいね。そうなると、雷シーノノーメン、いないので、走塁最初ここ集めるのはやっぱ変わんないっすよね。まだいないと、ここいいね。
さあ行ってこい。あたす。珍しく矢部だけ行った。はい、ボールは恋人、練習に付き合う。ふう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 、なるほど。で、何型っていうのがバランスよくいないといけないので、まあ一応いるか。バランス膨張連発、あと誰だっけ、あと何がいればいいんだっけ、単発みたいなやつだっけ。今んとこまだ2回とも伝説の引っ張り屋しかまだ取れてないので、金徳取りづらいかなっていう感じなんですよね。フラッシュはめっちゃ出るんですけど。そこが、どうなるかっていうところが、一番ですね。あー、四季。四季。あざっす。あ、早っ。これでまあ告白は OK。 どうしよっかな。ここ2人いる。でもセクニーの一発で来るのに委ねちゃって、デートしちゃってもいいような気もするんだけど、どうしようかな。デートしよっか。あー、どうしよう。難しい、難しい。おい、アフリカ土産。俺粉雷好きなんですよね。ワイルドかっちょいい。はい、行きましょう。押し間違えるとショートカットします。いや、でも彼らのね、おお、この音楽いいっすよね。音楽好きよ。ファール。てかよく見たらファールここで見れた。俺対戦するまで見なかった。はい、ありがとう。できたらせっちゃんとか欲しいんですよね。スマッシュ。せっちゃんが欲しい。どうしよう。ファール。うい。これでも2とかで済んでるんで。せっちゃんが欲しい。連発連発バランス。あれ、もう一タイプあるよね。ファール。レイディ。ファールかな。うん、あざっす。音楽マジでかっこいいよな。オッケー。毎回音楽いいなと思う。素敵。どうしよう。ここデートタイミングかな。で、100% じゃないのかなと思ったけど、だいたい 100% ぐらいで、まだ1回も行かなかったことないので、ファールとレイリー。普通に、今んとこ 100% です。あー、虹谷やられた。まあ、ストーリーだからしょうがない。レイリー。
海賊王の右腕。レイリーといえば海賊王の右腕ですかね。おれおれ。どうしようかな。でも広角なんだっけ、もらえるの。打球伸びもらえるんだっけ。行っとこうか。あ、でも評価が足りねえんだ。ダメだ。デートする意味がない。あー、じゃあどうしよう。切り替え切り替え、うへえ。でもやっぱあんま減らないですよねー。レイリー、ジェントルマン。はい。カモン、カモンレイリー。あ、行かなかった。行かないこともあるんだな。あ、回復を。やっぱ回復をね、どれだけうまくできるかっていうのもやっぱ重要ですよね。球が上手くなりたい。来い。デイ吉来い。小吉。おうの。あれ？もう一タイプいなかったっけ？いないのか？これでいいのか？ファール。レイリーは？いない。そっか、この3タイプとあれか、サイリで4つか。あ、やばい、そろそろ走塁を上げていかないと。走力ね。ちまちま上げるスタイル。10かな、とりあえず。はい。ああ、いいっすね。2人いるのは超ありがたい。さあ来い。おちーちゃんナイス。せっちゃん来い、せっちゃん。あ、違う。いいっすね、回復。は何？わあ、もうあと1人か。あ、ただー今2人か。虹くれるの。サイリも一応3くれるから3人。ファールいるね。じゃあここで来い、せっちゃん。足、あれ、行かない。行かないのね。100% 行くって言ってたら行かなくなるっていう、そういうやつね。怖いなぁ。なんだっけ、名前。シドレミ。シドレミが名前怖いよね。あれ、怪我ゼロがある。怪我ゼロがあるけど、あ、どうしよう、こっち行こう。はい。あ、でも今までで一番少ない、やばい。まあでもこっからなので。あ、ファールいるね。いってらっしゃい。ビビだったか、最後は。はい、まあ一応これで揃った。やっぱ差が激しいのかな、ハマり方で。ハマるときとハマんないときあるのかな。
そんな2回目はそんなハマんなかったのに1万いったみたいな感じだったんで、もしくはミクリアの存在が重要。今ミクリアを急に入れなくしたんですよ。2回とも入れてたんですけど、まあこれで揃ったから、いっぱいいろ、いっぱいいない、どうしよう。もうタックよりこれだからな基本で、あとはラブパ、結局ラブパが回復してくれるっていうのがあるんで、そういうのを狙っていくのもいいと思います。全然いないな、人はいるけど特に意味はない感じ。うえー、ラブパ欲しい、そして4人欲しい。今んとこ渋いっすね。ほい、雷ね、どっちがいいんだろうね、重戦車と。実用性ないよね重戦車って。どれかな、これか。結構でも全然まだエンジェル踏めてないから、ああウジ虫、ああウジ虫って言われた。3人、おお来た、これこれ、何も回復と。あやべえ、恐怖の満塁男って入ってんだっけ、入ってたような気がしたんだけど、ミスったかな。はい、まあいいや、敏将やばそうこれただこっち行きます。あ出た闇の、これね闇のも関わってるしね、なんかストーリーやばいっすよね。どうしよう、ハートだけ多いな、ここはーい、かっこいい、おっしゃー、精神でくんな、嬉しい。さらに回復ね、わんわんわん、ド M かお前は。てん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 、経験点は結構バランス整うんだけどね、なんか肩以外 S みたいなのはできるんですけどね。え、全力で作れちゃってる人はやっぱ不満なのかな。これは楽しいからいいんですけどねそんなやっぱ強いキャラに固執してないというか、作りたいですけどね強いキャラは。幻滅、やばい、上げてるよね。しきちゃんいきます。さゆりさんは練習でしか上げれないからちょっと気にしないとな。3人、ここかな。痛い痛い痛い、うわ筋力えぐい。
あ、微妙。微妙っすね。ミクリアの方がいいのかな。なんとなくはまんない感じがある。エンジェル読ませてください。あざす。回復は嬉しい。ハート溜まったね。いた、来い。え、うわー、頼む頼む、ありがとう。え、何？ハートは出たの今。ハート出てないな。あ、まずもったいない。よし、とりあえず1個金と見れた。精神エグ。技術足んなくなんな。普通にここか。ラブパください。やっぱ引っ張り屋だな。引っ張り屋出やすい。はい、式いてほしかった。はい、この瀬戸際。あ、どっちにしても失敗だからな。あ、いた。攻める攻める。回復して。あれ？これなんでハート出るのに怪我するんだろう。モテモテ復活。すげえ。来い。今度は練習できた。よし、どうしよう。もう最後だもんね。ここが一番いいか。うん、あんまハマんなかったな。デートしないと。今回微妙だったな。でも微妙です。
おお、二人いる。もうしきちゃんは取れないので。いけるかな。一応取りやすくしとこう。ちょっと来てる金とかは取りたいので。バッターは加賀。第9。ああ。初球カーブは空振り。赤月大付属ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。カドス。強い当たり入るレフトセンター。同点で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で加賀打った。これはボレーセンター宮天空リードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で加賀今日3打点を挙げています。赤月大付属ここは引っ張りに警戒します。投げた。あざす。打ちました。痛烈伸びたセンター宮天空リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で加賀今日4打点を挙げています。ランナー走った。やべ打ちました。ヒットエンドランヒットになります。ボールが点々と転がっている。あぶねえあぶねえ。天空あれ例えば評価どうなってるの。あ評価は大丈夫だ。難しいな。デートしとくその方が練習ができるからいい気がするんですが。はい守備かな。どうしよっかなデッキ。悩みんごだなこれは。ミート無理そう。奇想本能欲しい。あと独身かとりあえず。天空追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。打ちました。3塁打。入った入った。そう、なん動画にした途端にこんななっちゃった。こういう時もあるってこと。ミクリア入れた方がいいのかな。難しいな。もうサイリ入れないと金得4つなんないしな。たまたまかな。技術が取れん。ハークト。筋力難しいね。どうしよう。今回は筋力に偏ったと言うべきか、そもそもハマってないですよね。あ、
怪我してるからな、2回。お、独身術忘れてた。ストレートきた。あざっす。独身術きてない。バカー、引っ張れ。やばいやばい、ただの下手なやつになっちゃった。次がファールくんね。うん、これ精神だね。この極端に精神ポイントだけが高いタック。ドゥルルルドゥドゥルドゥ、筋力めっちゃ余ってんの。パワー比、取りづら。はい、行きましょう。お待たせ。全国ツーアウトランナーなしという場面で第9球、あさっす、あさっす。入った入った。天空リードで迎える3回、ツーアウトランナーなしという。あー、そこに打ちづらい。打ちづらいんだよね、結構。天空ファール先輩。天空この回はクリーンアップからの攻撃になります。あざっす。やべ、負けてんじゃん。バカ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 、負けた。仕方ない。一応エピローグがもらえた。広角ね、引っ張り屋なんだよね。どうしたら金徳4つ取れんだろうな。まあでも9000はいくと、こんなハマってなくても。まあでも9000はいくと言っても、全力に比べたら全然っていう感じなんですけど、これミート諦めて取ってった方がいいよね。取ってきます。肩だけちょっとあげようか。はい、うん、怪我、筋力系、系はなんだろうね。ハイボよりローボか。俺が打ちやすいのはホーム CC。 あ、そっか、キャッチャー来てたから。キャッチャー取る、何があるか。ドゥドゥ、接戦、うん、あと何取ったらいいんですか。間でも肩上げる。
はい、もうこんなんでいいや、どうせ弱いから。まあ S 級か、薬で一応ね、ハマるとまあ1万今400、これ3回やった分なんですけど、でもやっぱ金徳が全然取れなくてっていう感じ。3またこれはですね。でミクリアやっぱ入れた方がいいのかなっていう感じはするんですけど、で3また無理だなって思って2回目やったのがこれで、これが2またシドレミに変えてるやつですね。1,2,3,4,5、金徳6までいったのかこれは。で今やったやつかこれ。あ、ちげえ、これは今やったやつじゃないですね。はい、って感じでございました。はい、やっぱね、金徳をどう取ったらいいんだろう。やっぱエンジェルはめていくしかないと思うんですけど、でまあはまればまあ1万こうやってまあ1,000〜2,000いけると思う、いけるってか全然いけてるので、まあハマった時ですね、どうなるか。ハマった時に多分一気に金徳も取りやすくなると思うんですけど、ちょっとまあそこ目指してちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、今回はこれで終わります。すみません、あんまりいい動画ではなかったですが、はい、ぜひチャンネル登録と高評価と、なんかおすすめのデッキとかあったら、やっぱ雷と東雲、まあ、最低どっちかは入れた方が、体力の消費が多分全然違うと思うので、入れた方がいいと思うんですけど、その辺のなんか考察を教えていただける方いらっしゃいましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。はい。それでは終わります。皆さんピースな一日を。バイバイ。